やっほー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うん、合ってるよ、よかった。待ってます。本当にね、動員めちゃめちゃ重要らしいので、ちょっとお願いします。何これ、なんか綺麗な石みたいなやつ。何これ。何これ、髪型かわいい、ありがとう。髪型、そう、なんかね、 TikTok さ、あげるかさ迷ってたやつなんですよ、あれ実は。だからすぐもしかしたら消しちゃうかもしれないんですけど、あのなんか投稿されちゃったんで、ちょっとそのままにしてみたんですけど、うん、まあ納得はいっていない。この髪型は、そう、さっきまでポニーテールも、あの TikTok 見ていただいたら分かるんですけど、あの撮ってすぐに上がっちゃったんで、あれそう、ずっとねポニーテールしてたんですよ今日。なんですけど、そう、お家帰ってきて一旦外したんですよ、ポニーテールで。10分前ぐらいに、そう、急いでさ、あのサイドポニーの方が、あの配信だとね見えないので、後ろだから、ここでやった方が見えるなと思って変えただけです。そんな意味はない。シャボン玉なんだ、ありがとう。シャボン玉、会いたい、ありがとう。会いたいね。え、そうだよね、どうしよう、みんな流れ星、ありがとう。流れ星のカラフル、あ、なんだったっけこれ。カラフル流れ星、何、パステル、なんだ、忘れちゃった。そう、スパーク野外らしいからさ、どうしよう。何これ、トロピカルジュース、美味しそうだね、いいな。ハート、短冊、あれじゃん、短冊、もうすぐ七夕だ、七夕。お、トロピカルジュースで合ってる、高間さん、トロピカルジュース10個ありがとう。ごく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 。やばい、どうしよう、今日みたいな暑さだったらさ、本当にやばいかもしれない。どうしよう、私さ、なんか夏の屋内の対バンですら、もう20分枠ですら、あの終わった後もうなんか顔が真っ赤になっちゃってやばいんですよ。だからそれが外でムシムシしてるって考えたら、もう1曲目の途中から真っ赤になってるかもしれない。日陰だろうがなかろうが、外の空気は外の空気じゃないですか。だからさ、もう、もう不安でしかなくて。こんばんは、初見だ、初見ありがとう、チャオチャオかっこカズト、ありがとう。初見だったのね。短冊、黄色の短冊ありがとう、シャボン玉もありがとう。日焼けも怖い、日焼けも怖いし、あの暑すぎて、あの意識どっか行っちゃわないか。怖いですね、私、はい、すいません、ね、本当に。どうしたらいいですかね。ドラゴンジェット、かわいい10個、ありがとう。冷えピタつけて、なんかさ、なんかシューってやってさ、冷たくなるやつとか、ない？なんか、その春とかはさ、ちょっと見えるからさ、なんか、シューってスプレーでしたら、なんか、ひんやりするよ、みたいな。ああいうのないのかな。どうしよう、本当に。日焼けも怖い。でも今日さ、今日日焼けしちゃったかもしれないの、今日炎天下ライブ初かもしれない。頭ぼーっとしちゃう。え、ねえ、そうだよね、ライブ毎回行ってるよ、だって、ありがとう。そうだよね、この前特典会来てくれたよね。え、違かったよ、ごめんだけど。この前っていうか、おととい、おととい。
売ってるんだ。買って上さんお願いします、用意してくださいピンクの短冊ありがとう。これなんだったっけ、流れ星だっけ、これパステル流れ星って言ってたっけ、もう忘れちゃったよね、忘れちゃったよね。ありがとう星、お星様。そうだよね、そうだよね、あのシューってやつあるよね、やっぱりやっぱり音ちゃん強そう。そうだね、やっぱり現役中学生なんで体育とかでまあ外にね定期的に出てるだろうし、部活もね運動部なんで、まあ、定期的になんかやってるだろうし、本当に怖い、本当に怖い、本当に怖い、どうしよう。なんか最近暑くなってきてから出るライブの後半がもう顔真っ赤になりすぎて、本当にやばいんですよ本当にやばくて、私なんか昔はねだいぶね結構頻繁に怒っていたんですけど、4年になってからはその20分枠だったりとかするからさすがに冬はならなくなったんですよだけどあの暑くなってきてからちょっと顔が真っ赤すぎて、一番暑かったのは豊洲ピットかもしれん。熱中症とかも気をつけて。そうだよね、熱中症ってその運動 したから熱中症になっちゃうとかもあるんですか、それとも太陽の光に当たってるからとかではないですよね。あれどういうこと、熱中症ってどうなっちゃうんだろう、ね、怖い、どうしよう。3曲目ぐらいでさなんか力入んなくなったらいきなり怖すぎ、怖いよ。透明プリン、なんかさ SNS TikTok かな、なんか流れてきたんだけど、すごいねあれ、本当にプリンの味する。ハンディファン買った、ハートバラありがとう。倒れない、頑張る、倒れないね、頑張る。ゆかみさんこんばんは、部屋の中でも熱中症になるよ。そうだよね、100ありがとう。きら星熱中症な、やばいじゃん、汗出なくなるって危ない。でも私多分めちゃめちゃ汗 かいてると思う、かくから大丈夫トヨスピットの時本当にやばかったですよ、もう汗が止まらなくて、汗だらだら顔真っ赤、最悪な美女ですよ本当最悪な美女すぎてる。一番汗かく曲は好きすぎて辛いです、あれやばいよ、あれもうね振り入れとかレッスンの時からこれやばいねって、息切れて歌えないかもねっていう話をみんなでしてて、慣れたら平気、慣れたらまあさすがに歌えはするんですけど、あのやばかったです、一番疲れるよ好き辛、水分と塩分両方取らない、そうだよし、なんだっけ塩分タブレットみたいななんかあるじゃん、あれ持ってこう、あれ持ってこう、うん持ってこうあれめっちゃ疲れる、あれやばいあれやばい、スキスラがいっちゃんやばい。そう好きすぎて辛いのギュのところはジャンプしてない、ギュはしてないけど、あのラストは好きって言ってほしいのってやってるんだけど、あそこラストがジャンプするところで、2番のギュのところはトトンって足ついてる、トトンってトトンギュ、トトンギュってやってる
で、ラストのラスサビのところはね、もうジャンプギュギュじゃない好きってやってる。はい、っていう藤木氏さんからのお言葉です。2番はトトン、最後はジャンプ。塩分チャージね、塩、あ、塩持っていけばいいか塩、めっちゃ鼻鳴ったんだけど、鼻すすったら鼻鳴って、やだ。私水分補給忘れるんだよね、よく。だからちょっと朝から水分をこまめに取ることを意識します。でも最近めちゃめちゃ水分意識して取るようになってきたの、成長したのよ私。私ね、本当に朝起きてから余裕でお昼ぐらいまで水分取らないで生きてたんですよ、ずっと昔は。だけど最近は朝起きたら一杯は飲むようにしてたり、こまめに飲んでる。アバターゲットありがとう。瀬戸りなかったりして、瀬戸りはもう瀬戸り担当、私、多分私じゃないから、ちょっと、そうだね。ポカリ、確かにポカリとかもうそういうの、ちょっと、用意してもらって。麦茶、確かに。喉乾いたと感じる前に水分補給、そうだよね、そうそう。そうらしいよ。だけどね、私喉乾いたって思わないんだよね、あんまり。なんかショールーム久しぶりだな。だからちょっとコメント飛ばしちゃったらごめんなさい、もう一回送ってください。コメント飛ばされちゃった方はごめんね。スポドリを飲む、私あれなら飲む、アクエリアス。あ、飲めるけどね、ポカリも。ポカリはちょっと甘くて、甘すぎじゃない。麦茶大事、麦茶いいって聞くよね。捨て取り麦茶だったらいいな。そう、日によって違うっていうか、わかんない、気分なのか何なのかわかんないんですけど、日によって違うんですよ、捨て取り私の。だからその、まあね、運営さんによって変わります。一曲ごとに水分補給やば、確かに。でもちょっとやっぱり、いやでも野外だからさ、連続で曲やった方が盛り上がるよねっていう気持ちもありますよね。OS1 飲んだことあるか分かんない、記憶にないかも。スポーツドリンクすごい、だって。そうなんだ、スポーツドリンク買おう。ありがとうございます。リミスタで沙織ちゃんって呼んだわ、ありがとう、嬉しい。ゆなぴょんね、すごい水飲むイメージだね。何分なんだ、だって20分だよ多分、基本的に20分。1周年記念ライブだって、確かに1周年ワンマンみたいなのあるよね。ファーストアニバーサリー違うか違うか、糖分多いから取りすぎ、え、なんで糖分多いのはダメなの。ワンマンやってほしい、だってねえ、ワンマン。でも次あるとしたら11月じゃない、あの1周年のね。でも単独公演とかできたらいいよね、ワンマンライブはできなくても。バースデーライブ乃木坂さんみたい、バースデーライブって言ったら糖尿病になっちゃう。そんなすぐになるの糖尿病、そんな、暑さ対策として飲むだけなのになるものなんですか。ね、本当にさ、鼻すすると鼻鳴るんだけど。
流れ星、これが流れ星、まさに。ありがとう。シャボン玉、トロピカルジュース、ありがとう。定期公演、そうそうそう、単独定期公演みたいな、単独っていうか定期公演みたいなやつ。急性でなるんだって。そうなんだ。でも1本飲むぐらいじゃならなくないですか。だってさ、コーラとかもさ1本飲むじゃん、絶対1日に。飲まない、私はあんまコーラ好きじゃないから飲まないけど、例えの話ですけど。だからそれ考えたら全多分大丈夫、そこの心配は大丈夫。ねえ、かっぱ寿司さ、驚いたんですけど。あれ驚きなんだけど、あれは何なんでしょうか。よく分かっていないのだ私。ゆえんさん主催ってない、ないね。でもまあいつかはやるんじゃないですか。いつかは知らないけど、なんかさ、どのアイドルさんも主催ライブってさ基本的にやってるイメージだから、まあいつかはやるんじゃないかな。まあそのいつかがいつになるかっていう。1本や2本なん大丈夫、私そんな水分取れないから、頑張っても取れない。かっぱ寿司コラボ面白いよね。私かっぱ寿司さんが一番好きなの、回転寿司界隈で。みんな行ってね。でもかっぱ寿司さんってあんまり店舗数多くはないよね多分。だからピョン。来年はティフに出てほしいね。ティフ出れるように頑張る。ポカリスエットインウォーター、イオンウォーター初めて聞いた。スシロー派、そうなんだ。私の基準はハマチなんですよ。かっぱ寿司さんのハマチが一番好きで、その次はとか言ったらダメ、ダメか、やめよう。やめよう。でもかっぱ寿司さんってあんまり店舗数が多いイメージがないのでなかなか行けないんですけど、好きです。ウオベイ行ったことないですね。本当にハマチ大好きなんだよね私。なんかハマチがブリになる時期がある店舗さんが、店舗さんある場所があって、場所っていうかその会社があって、そうちょっとブリは好きじゃないんですよ。同じ魚ではあるけど、同じ魚ですよねではあるけど、あの私はハマチが好きなんですよ。だからそう、とあるお寿司屋さんで、その時期によってブリに変わっちゃう場所があって、行ってわっ今ハマチない時期じゃんってなって、すごくショックを受けたっていうことが何回かありますね。でもくら寿司さんは多分ずっとハマチいる。かっぱ寿司ってハマチだよ、調べてみ、ホームページ調べてみ。ブリじゃない、私ブリ好きじゃないもん。なんかママと、その時ママと一緒にいてて、今ブリしかないじゃんってなって、でも同じ魚だから食べてみても、同じ魚なら知ってるけどって思いながら、まあ、食べてみるかって食べてみたけど、ハマチが好きだなってなって、それ以降ブリ食べてないです。ブリは別に大丈夫。食べない。ハマチが好き、渋いかな。ママがハマチ好きで食べたら美味しかった。
マジ一筋。回転寿司では私サーモン、コストコのサーモンが好きなんですけど、回転寿司ではサーモンは頼まないです。サーモン、回転寿司のサーモンは好きじゃないから。アボカドサーモンは食べます。サーモンオンリーだとちょっとあんま好きじゃない。なんかこだわりがあるんですよ私に。はじめまして、2回目だ。ありがとうございます、来てくれて。春雨食べた？食べてない。春雨ゼロ、春雨の記録ゼロ。ちょっと今回はパスで。シャリ抜きばっかりなんだよ。じゃあお刺身じゃん。イクラが、イクラ大好き。イクと入れてて、てイクラ、ウニが好きです。イクラとウニ。でも回転寿司で何を頼むかってなったら入ってこない。寿司全般で何が好きですかって聞かれたら、ウニ、イクラ、ハマチ、サーモンって答えるかもしれないけど、回転寿司で何を食べますかって聞かれたらハマチ、ハマチですって言います。そうそう、なんかこだわりがあるんですよ。ここのは好きだけどとか、ここのは とかあんまり好きじゃないとか、なんかあるんですよ場所によって。だからかっぱ寿司さんの行ったら食べる5皿を紹介したけど、そうくら寿司さんだったらちょっとラインナップ変わってくるし。そうあるんだよね。ハートありがとう。そうだから、そう回転寿司で行ったら食べるものじゃなくて、かっぱ寿司さんに行ったら食べる5皿なので、あれはあくまでも。ママさんこだわり理解してない。別にしなくてもさね、回転寿司は勝手に頼める。立場はだって、何なんでいきなりはま寿司の話しなんか言ったっけ私。サイドメニューは注文しない、あんまり。どこ行けば会えますかだって。土日に対バンライブに毎週出ているので、そこに来てくれたら会えます。特典会やってるので、新規無料で写真撮り放題とかお話できるので、ぜひ来てください。次のライブは6日です。どこかで見たことあるよ。見たことあるよ。私もあなたの名前見たことある。はま寿司さんのポテト大好きです。はま寿司も行きますよ、ちゃんと。もう全部行く。有名回転寿司チェーン店4店舗。最近行けてなくてごめんなさい。ごめんなさいって言わなくていいんだよ。でもね、全然来てくれないなと思ってた。でも今日ショールームでコメントしてくれて嬉しかった。マジ可愛い、ありがとう。またお話ししようね。5皿でいけるって、めっちゃお腹空いてても、だいたい5皿でお腹いっぱいになってます。でも6皿の時もたまにある。お醤油選べる。そう、浜寿司さんお醤油選べるけどさ、私なんかだし醤油と濃い口醤油混ぜるのが好きです。別になんかあんまりわかんないんですけど、なんかだしだとちょっと薄いかもって感じちゃうんですよ。だから濃い口を混ぜて食べてる。これは大丈夫なやり方なんでしょうか。茶碗蒸したまに食べる、でも基本的に食べないかも。そう、
5皿なら安心だな。何が何の安心てか、サイドポニーでもちょっと TikTok 撮った方がいいか。でも同じ洋服なんだけどどうするどうするってみんなに言って、知らんわってね話ですよね。行きたいんよ、行かせてくれないよお仕事お疲れハートありがとう。あー、え、九州は甘口なの？お寿司にかける醤油ゆえんで一番大食いなのはみおたん多分。あ、おとちゃん、おとちゃん、おとちゃんかみおたんだと思うよ。対決してほしい、どっちが食べれるか。どっちだろうね、おとちゃんかな、みおたん、おと、どっちだろう、難しいなんかいい勝負になりそう。黄色い短冊ありがとう、レインボースターありがとう、ハートありがとう。そう、大食いとか、私とゆきちはちょっと応援係しよう。あ、私とゆきちがペアで一人として賛成するんで、あの、おとちゃんとみおたん、そう激弱な二人、多分二人で一人分って感じだからね。いや本当にみおたんもおとちゃんもマジで食べるんですよ。そう、マジで二人とも食べるからマジでいい勝負だと思う。みおたんはね、あの、なんだろう、まあ、大食いをするってなったらめっちゃ食べれそうだけど、なんか普通に普段から別にお腹いっぱいって言ってんの聞いたことないからあんまり、そう、なんかいい感じで終わってるイメージ、こんぐらいでみたいな、ガーみたいな会いたい、ありがとう会おうね。ペアはズルだって、ズルじゃないよ、でも多分ペアでも負けそうなんだけど、私と吉食べない、食べない2人。ユナピョンはどんぐらい食べれるんだろうね、そこがちょっと分かんない。レインボースターありがとう、暑いわね本当に、冷房にしよう。ポテトなら負けないポテトね、なんか好きなものを大食い選手権とかしたい。だから一番重そうな食べ物を基準として、だからポテト1本につきブルーベリー5個とか、なんかそういう感じ。そうそう、バイト行ってらっしゃい、行ってらっ、またチキ取れたら取ろうよ、またチキ取ろう、覚えてるんですか、本当覚えてるで、ユナはあんまり食べられない確かにね、イメージね。バラありがとうう名前覚えてほしい、じゃあいっぱい会いに来てください会いに行きたい、会いに来て。ハンデがあるように聞こえる、なんでハンデがあるように聞こえる、今例えで言っただけですから。でもポテト1本に対してブルーベリー5個って、ブルーベリーの方がなんか重そう
重いかもしれん。あ、グラム数で測ればいいんだよね、そういう場合って。ポテトもさ、こんな長いポテトもあったらこんぐらいのポテトもあるわけじゃん。難しい。ね、ちゃちゃと話すの恥ずかしかった？そうなの？モスのポテトだったきさ。確かにポテトも種類あるもんね。まあでも王道って言ったらマックじゃない。王道っていうか定番、ポテトといえばマックみたいなイメージあるけど、ポテトね、美味しいけどね、重いよね、ポテトって。具なしラーメンで対決ない？どういうこと？でも、あの、ユナピョンが、そのグループでもし大食い対決とかを開催したのであれば、そんなことあるのかって話ですけど、するのであれば、まあ、そう、ユナピョンも食べれるもの限られてくるので、同じ食べ物で大食いは多分ほぼ不可能ですね。そう、あ、私アイスだったら対応できますね。アイスなら対応できるかも。アイスとかなんかいちごとかフルーツ系だったらいける。対応しもできる。ちょっと揚げ物ちょっときついですね。ライブお昼。揚げたてポテト美味しいよね。ハートありがとうございます。お腹痛くない。私アイス大好きなんですよ。好きな食べ物、まあお寿司だったりとかあるんですけど、アイスも結構上位に入ってるんですよ。アイス大好き。アイス大好きで、アイスとかかき氷とか大好きなんですよ。だから私アイス31大食いするの夢です。自分ではできないからさ、そんなこと。途中味変とかしないとさ、やばくない？だから甘いものずっと食べてたらさ、お味噌汁欲しくなったりするじゃん、多分。ね、そういうのいいよね。動員重要一つだけじゃない？多分。うん。スパークだけかもしれない。まだって何？私たちも、あの公式のツイート見て、あ、動員重要なんだって知るので、31は31がきつい。いや絶対きついよそれは。それはきつい。ハートありがとう。レインボースターもありがとう。31の一つ 10円じゃない、100円で選べるやつ夢のようだった。私もあれやりましたよ。でも一人で全部食べてない。あの家族で分けっこして、そう食べた。あれいいよね。よ、なんかなんとかなんとかっていうやつ。結婚してギフトありがとう。飛行船シアター、飛行船ってやってる？行ったことない。山崎で、デイリー山崎、デイリー山崎じゃないの。31ね、買えるよね。大満足、一人で10種類大満足、いいな。私も一人で食べそう。10種類は。あの小ささだったら。マルシェの動画を撮ったの。動画はね、7月2日に撮ったの、撮り終わったんだけど、あの画像がもう手こずっていて、あと2人、3人なんですけど、ちょっとそれが終わり次第
いっぺんに送ろうと思ってるので、そう、動画はね、あの撮り終わってるんだよね。動画は動画だけで送っちゃおうかな、それか。でマジでマジで本当に動画が、動画じゃない、動画はあのいい感じだった、いい感じに、いい感じっていうか、動画はすんなりすんなり撮れたんだけど、あの画像が苦手すぎて本当になんかもう1枚描くの 何分かかってるみたいな感じで、そうかかってる割には多分クオリティどうなんだろう、あれはどうなんだろう、もう本当に困ってる。マルシェあんなにすぐソールドアウトになっちゃう、そう10種類10個ずつだったので少なかったのでソールドアウトが早かったですね。なんか開始1分ぐらいでもう見たらソールドアウトになってた。なんかねここでね言っとくと、マルシェを次買う時のアドバイスみたいな感じなんだけど、その決済画面に行った時点でもう在庫が確保されてるみたいで、決済画面でその備考欄とか書くじゃないですか。だから備考欄書く時間は、書いてる間はもう在庫が確保されてるので、あのいくらでも書けるんですよっていうことが説明欄に書いて ありました。なのでもし、まあ、動画と写真どっちも欲しいって方は一発目のところは備考欄諦めて、2回目で在庫が確保できたら、まあ書きたいことは書いた方がいいかもしれない。うん、マルシェはね月に1回あるっぽいので、来月また楽しみにしててください。そうね、クレジットカードないと買えないらしい。マルシェとはだって X 見てよ。マルシェはね、なんか毎月あるんだよ。うん。私本当に説明嫌いじゃない、苦手なの。そうそう。ニックネームしか気に、大丈夫大丈夫、全然。全然大丈夫だよ。あと、それと、その決済画面まで進んだはいいけどやっぱりいいやって思う方がいたとしたら、30分後に在庫が復活してる場合があるので、もし買えなかった方がいたら次回とか30分後に見たらいきなり在庫復活してる可能性もあるので、ちなみに今回は画像に関してはあの在庫復活はなかったんですけど、動画が1個だけ多分キャンセルした方が、キャンセルっていうか決済画面に行ったけどキャンセルした方がいて、それをその1枠30分から発売されてから30、31分後とかに購入してる方がいたので、よく気づいてると思ってすごかった。すごかったです。はい、次回もあんな争奪戦、わかんない、欲しいと思ってくれる方がいれば早いけど、あんまりいなかったら余裕かもって感じだよ。でも多分在庫数は変わんないんじゃないかな、10個だから、動画か画像かどっちが欲しいか。そう、購入時間が見れるけど、あの在庫確保されてる状態でもソールドアウトになるので、ソールドアウトになってから購入時間まで多分時間が開いちゃったりするだなって思った。ソールドアウトが結構1分ちょいでなったんだけど、購入時間見たら2分とか4分とかもあったので、あらららら、どういうことだって思ったら、そういうことでした。決済画面に行った時点でソールドアウトになってたっぽいからうん、全部欲しいだって、やった嬉しい。まだね、7月分のノーマル動画、ノーマル写真はあるので、まあ気になる方は気になる方はぜひって感じ、はい、
リアルタイムで、そう、なんかね、初めてだったからどんな感じかなって見てた。黄色い短冊ありがとうございます。特典会社名取りたい、取ろう。そうだ、ゆえにヒロイン転生ね、荷回し特典が始まったので、ぜひ土日とかね、荷回しのことが多い、土曜日ね荷回しなんですけど、荷回し両方来てくれた方はツーショット写真がね撮れる特典ができたので、ぜひね、一日空いてるよとかいう方は来てください。メンバー本人が設定とかやる、そう、全部全部全部自分だった。そう、全部自分だった。意外だよね、意外だよね。でも私結構機械には自信があるので、あとは納品するときに動画とか、特に、まあ、画像だったら名前書いてるから分かるけど、動画とかなんか違う人に違う名前の動画を送らないようにちょっと気をつけます。それが一番怖いかもしれない。こんばんは、よしおさん、はじめまして、ありがとうございます。ゆきちが金額、そう、金額間違えてたよね。私が LINE した、え、大丈夫、気づいてるって言って、そう、二回し無理、そっかそっか、お仕事だよね。違う人に送っちゃうの怖いよね、怖いよね、マジで怖い、ね、怖い。でも大事、私は結構心配性なんで、まあ、そう、5回ぐらい確認してちゃんと送ります。名前違う、そう、名前も違うし、内容もその人にしか、その人について話してるから、もう何もかもが違う動画が送られちゃうから、そうそうそう。確認怠らない系女子、そう、いじらんといて、いじったことないよ、あんまり、あんまりっていうか、いじってないよ。いじるのはみんなじゃない。みんながいじってるんちゃうん。名前間違えられたことあった、やばいよ、怖いよ、怖いけど大丈夫。嬉しい、アバター可愛いだって、やった、私が描きました、靴以外。でも靴はあんま見えてないけど、靴以外私が描いたんだ、これ。なんかね、その絵を描くアプリがあって、そこになんか人間、その形、そのなんで下、なんていうの、型が、型があって、この顔の部分と足と手の部分がこうなってる型があったの。だからそれを使って描いたから上手に描けた。台紙みたいな型なんだろうがあったから、そう、上手に描けた。会いたい、ギフトありがとう。解決、やだよ、だってその人にしかさ送らないつもりでさやってるからさ、ダメだよ、他の人がね見るのダメダメ。一回だけ言っても覚えて、私は顔は結構すぐ覚えれるけど、お名前覚えるのが苦手なんで、そうだから何回か来てもらわないとちょっと難しいけど、めちゃめちゃ個性的なお名前だったり、あとは SNS とかで毎回コメントしてくれてて、もうそもそも名前認知をしている方だと一発で覚えれる。だからもしこれから初めましてしようって思ってる方とかは、めちゃめちゃコメントしていただいて、お名前認知を私がするぐらい、
そのめちゃめちゃ連投するっていうわけではなく、その全部のツイートにコメントするとか、ショールームも連投はちょっと良くないんですけど、あのそのタイミングタイミングでやってくれたりとか、あとランキングによく入ってくれる方とかだと、そうランキングって名前を呼ぶから、あの口に声に出すと覚えるじゃないですか、人間って。だからランキングに入っている方とかだと、もうめちゃめちゃ結構だいぶすぐ覚えれて、名前認知をしてて、特典会で初めまして〇〇ですって言ったら、はっ、よくショールームで、でもう一致して顔と名前がもう一発で覚えれる。そうだからね、名前覚えるのにねちょっとね時間がかかります。本当にね、本当に分かる方は分かると思うんですけど、毎回聞いちゃったりするんですよ。もうごめんなさいって言って、ごめんなさい、はい、レインボースターありがとう。自分がそうだった。そうだよね、そうなのよ。だからスムーズさで言ったら、あのショールームとかのランキングで名前をよく呼んで覚えてる、覚えて直接会って名乗って顔と名前が一致してっていうのが一番早いかもしれない。でもその、はじめまして〇〇です、あ、はじめまして〇〇さん、あ、ありがとうございますって言って、もう一回後日来てくれたら、あ、前も来てくれましたよね、お名前何でしたっけっていうのが 3,4 回続いてしまうんですよ。だから本当にあの記憶力はあまり良くないんですよね。申し訳ない、マジで。ちょ、覚えたいと思ってるんですよ、もちろん。が申し訳ないで、たまにめっちゃ頭真っ白になる時があって、昨日まで名前言ってくれてたのに謎になんか言ってくれないなって思う時は、なんか今頭真っ白なんだなって思ってください、ごめんなさい。覚えてはいるんだけど謎にね。レインボースターペンライト短冊ありがとう。初めましてくらいのレアキャラ確かにレアキャラ、ありがとう。でも結構一回覚えちゃえば当分忘れない、当分というか結構忘れないです。私あの6年前とかにあの来てくれてて覚えてる方とかは、今久しぶりに会っても絶対名前言えるって感じ。ハートありがとう。意外と昔のこと、そうなの、なんか私って謎で意外と昔のことを覚えてるくせに最近のことは覚えてないんだよ。本当に意味わかんないですよね。本当に意味わかんない。そう、家のせなちゃんにはまだ1回しか言ってないかも。っとに待ってる、遠いんだよね、待ってるよ。どやー、でもまあ6年前とかに来てくれてて、今も来てくれる方は多分いないに等しいんで。家に広い転生生まれるもん、そうだよ、1年、家に広い転生まだ1年経ってないので、生まれてから私はあのアイドル人生は7年目、そう、前に所属していたグループでの話です。前にして所属してたグループは別に全然お話ししますよ、特典会とかで。
そう、変なとこ覚えてるよね。わかる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 。いますけど、ごめんなさいね。いますけど、そう。え、6年もほん、え、そんな前だった？嘘。でかい声出ちゃった。でかい声出ちゃった。え、アイドル1年生の時から来てくれてた？もしかして。半年とか。ハートありがとう。ヤッホーヤッホー、スラちゃん絶対行く、ありがとう。前世の時が意外と行ってたかもね。結構頻繁に会えてた気がする。レインボースター、シャボン玉ありがとう。そう、でもまあ、え、会いに来てくれてたんだ、嬉しい。そうなんだ、ありがとう、ありがとう。去年から、まあ時期なんてね、時期なんて、時期なんていいんだよ。最近でも、大昔ではないか、昔からでも、もうね、好きになってくれてありがとうっていう気持ち、どちらでも、どちらでも。何を言おうとしてるんですか、私は。そう、そう、好きになってくれただけで嬉しい。昔からだからいいとか、最近だからいいとかは、そういうのはない。どっちも大切。どっちも大切。似てる。久しぶりに言われました、その、似てるって。おこがましいですけどね、すいません。認知してくれて嬉しいな、だって。頑張るね。ありがとう。何？牛さん、ありがとう、コータ。可愛くないポーズしちゃった。何？コータ、ありがとう。感動解消。おい、いいじゃん。感動も感動で撮っといてくれよ。シャボン玉ありがとう、ハートありがとう。牛タン、福さん初見ありがとうございます。牛みたいな、ないなかったっけ、牛タンゲームみたいな、なかったっけ。シャボン玉、ピンクの短冊ありがとう。レインボースター10個ありがとう。あなた最後の握手会のサインの、そんな、そう、完璧だったの？待って、覚えてないんだけど、ごめんごめん、ちょっとあのレポ送ってもらっていいですか。私って完璧な時あったの、嬉しい、なんか完璧って言ってもらえて。嬉しいな、牛タンゲームみたいな、なんか牛タン、黄色い短冊ありがとう。常に花丸天才アイドルです、優しい、ありがとう。
バラありがとう。時計見ちゃえだバレた。何それ、嬉しい。何それ、何それ、ありがとう、また会えて嬉しいね。同じく右に、同じく右とは、焼肉かしゃぶしゃぶ、焼肉かな。棒読み、おい棒読みって言うな、本当に思ってるから言ってんだけど、棒読みって言うな。お腹のグーグーが止まらない。お腹空いたの、ご飯食べて。トロピカルジュースありがとう。9時に消灯、どこが9時に消灯なの。ねえねえかわいい、ありがとう、ありがとう。嬉しかった、ありがとう。配信終わったら晩ご飯作る、配信見ながら作ればお腹空いちゃったんじゃないの、大丈夫。あーそっか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 、思い出した思い出した思い出した、そうだよね、そうなんだ、早いね、9時なんだ、早っ、レインボースターありがとう、かわいい、ありがとう、シャボン玉ありがとう。プライベート内向きが多いです。ここストレートの時は内向きだよ、巻いてる時はこう、巻いてるとかウェーブの時はあれ波にしてる。最近だけどね、これやり始めた。ストレートの時も S 字にしてたんだけど、その、あの憧れのアイドルさんがなんかストレートの時はこうやってやってくることが多いので真似してます。だからプライベートとかだと関係ないです。三回し目、何の三回ししてんの。夏田律さん合ってますか。ありがとうございます。初見、枕元にさらちゃん隠しています。やった嬉しい、連れてってくれてありがとう。流れ星ありがとう。シュシュ、ラーメン何が好き、ラーメン醤油、仕事さんもしっかり、さんもどうさんもしてない。シュッシュ見せてって普通のシュッシュ、これ今日買いました。持ってなくてシュッシュ、なんかちょっと今日買った。今日買って今日つけて、てかサイドポニーにすればよかったなってちょっと後悔した。さっきまでずっとポニーテールしてたんだけど、ポニーテールね、めっちゃ高くしたかったんだけど、私の髪の毛まだそんな長くはないみたいで、高くはなんなかったからちょっと失敗しちゃったなみたいな。ハートありがとう、こんばんは。一蘭ね、一蘭の写真見たよ、食べたいと思った。一蘭ね、何ヶ月も食べてない。一蘭美味しいですよね。揺らしてだって、あの揺れないんですけど、ここのパイナップルヘアなんてしないよ、ないですね。しないわ、ポニーテール揺らしてって揺れないよ。あ、やばい、ピキーンってなりそう頭が。
カップ麺、一蘭のカップ麺、カップ麺も食べたことある、なんかね昔いただきました。染める予定あります。私染めてるんですよ、髪の毛ブラウン、ナチュラルなブラウンって感じに染めてて、もうだいぶここら辺伸びてるんですよ、ここら辺本当にやばい。もうすぐ絶対来週美容院絶対行く、たが言ってて行かなかったらごめんなさいけど、でもね、ね行かないとやばい本当に。そろそろほら茶色いでしょ、先見たら分かる、傷んでるから茶色でしょ、茶色なんだ私髪の毛。肌ありがとう。美容院月2回、え、やば、月2回とか行ったことないんだけどすごいじゃん、月2回行ける人羨ましいわ。逆にかわいい、ありがとう。私2ヶ月ぐらい行ってない、2ヶ月半かも。え、あのね、あのビコーズイコールの MV 撮影のちょっと前に行って以来行ってない、マジで。でもその結構髪色がすごく黒に近いけど、本当にいい感じのなんか茶髪、なんか生まれてからこの髪色ですよみたいな髪色なんで、なんか生えてきてても分かんなくて、まあ別にそのそんな頻繁に行く必要もないかなみたいな、そうそうって感じ。女子力お化けだと思って、待って、美容院2ヶ月行かないんだけど、女子力ないみたいな感じ女子力お化けではないけど、基本的に何でも持ってるかも。裁縫セットも持ってる、いつも。とハンカチ、ティッシュも持ってるし。そう、美容院って高いのめっちゃ。だからちょっと私はお金を本当にお金使えない、そんな頻繁に美容院って。だからだからちょっといっかなみたいな。プリン、クマありがとう、キューピッドクマありがとう、ピンク髪地元とかのイベント、ゆえんちゃん呼べんの、何それ、呼んでみてよ呼んでみてよ、じゃあ呼んでみてよ。配信何時まで、だってそろそろ1時間超えたら、1時間超えたのでそろそろ終わるかも、そろそろ終わるかも。うん、終わりの時間あんま決めてないけど、さゆにゃんさん車検ありがとうございます。スクショタイムだ、いいよピースしかしないじゃん。長くて分かんない、15分ぐらいかな。15分。ハートありがとう。ふーん、なるほどね。何ですか、何がなるほどなの。ライブ中ウインクしない、ウインクできない
ウインクできない、できるようになりたいと思ってるんですけど、ウインクできないんですよ。花束ありがとう。ふふふ。あ、浮気し続けます。あ、ありがとうございます。なんかありがとうってなんか言いづらい、なんか報告だつことだったんですけど。言いづらいけど嬉しい。彼女ともお幸せに、私にも会いに来てね。ウインクできるとかわいそれな。ウインクできるといいよね。できない。で本当はね、右目でウインクがしたいんですけど、あのできない。左目だったらごまかせるんですよ、なんかこうやって。でも家はもうこんなちゃこんな無理。ふふ、嬉しい、ありがとう。ありがとう。メンバーで誰がウインクうまいだって、ユナピョンじゃない。ウインクみんなしてるとこあんま見たことないけど、ユナピョンしかしてるとこ見たことない。15秒動画、15秒動画はない、10秒動画だよ。15秒動画、あ、10秒動画だよね、あれ。 15秒は、ん、10秒動画か、10秒動画。ダンスする、流れ星ありがとう。結婚してギフトありがとう。なんか電話できるのいいよね。できない、できない、できない。右目、左目、右目、左目みたいなやつ。最近 TikTok 撮影ないだって。 TikTok 撮影ないよね、動員需要がないからじゃん多分。あんまりまだ封印重要。行かないからじゃないですか。動画券はない。あのお目当て特典が、入場特典、お目当て特典が10秒動画です。出すだって。です。2万一得点は写真だよ。2万一得点は写真だけど、わかんない、それそういうやり方もできるんですか。2万一得点ではないけど、20得点を2枚まとめて出すことってできるのかな。動員需要ってどういう兼ね合いなのか気になる、それな。でも基本的にはだから、マーキー祭りだったらマーキー祭りミニに今出させてもらってるけど、マーキー祭り本祭っていうものがあるから、本祭のちっちゃいバージョンに今出てるから、直ででかいのがあるんですよ。だからかな。私もね、よく分かってなくて。スパークさん、でもスパークさんそもそも大きなイベントで、多分そう、大きなイベントで一番小さなステージに出させていただくんですけど、来年とかのために大きなステージに立たせてもらえるために動員重要だったりっていう意味なの、意味もあるかもしれない。通所動画またやりたい、あるんじゃない。だから動員重要だったらそういうなんかレベルアップはすると思いますけど、基本の基本的なもう入場特典は今やってるやつ
です。基本的なこの前行った時に入場特典、ああそうかも。でも今そう、今もう TikTok のことがほぼないので、同意需要の時にもしかしたら TikTok になるかもしれないけど、そういう場合じゃない時は10秒動画かサイン入りチェキ1枚無料なので風邪気味じゃない、鼻声に聞こえるかな。でも今日めっちゃくしゃみ出た花粉症なんですよ、花粉症で。やっほーこんばんは。噂されてくしゃみ出てる音源は TikTok に入ってる。好きすぎてつらい、ね、好きすぎてつらいの振りさ、可愛いからなんかいろんな人に踊ってもらいたいな。なんか全然アレンジとかしていただいていいので、なんか難しい TikTok 用の振り付けとか難しくて、ここを両手でやるかどうかみたいなになったけど、でもねえねえってやるとき両手でねえねえってやらないからさ、片手でさ、片手どうかなって言ってさやったんだけどさ、どうなんだろう。ねえもっと好きって言ってほしい、ねえもっと好きって言ってほしい、勘違いしちゃうくない。1、2、3ハートを作る1首、ねえもう両手、うん、ルン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 、手伸ばす、本当は手伸ばしてね、こうやってんってやってんの、ねえみたいな、ねえもっと、とねえもっと、ルン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 、ねえもっと、ルン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 、寝ても覚めてもずっと君のこと好き好き好き、好き好き好きのところは3人でやる場合は1番目2番目3番目ってやってもらっていいですし、あと最近思ったのが好き好き好きなんですも可愛いと思って今日撮ったなんか勝手にアレンジして今日撮った。一人の時に待ってるのちょっとあれかなと思って、歌われでハート作ってて可愛いだって、あれ歌われ全部あれでずっと歌ってるよ、好き好き好きなんです、あれ全部オールです。ただポーズのタイミングは決まってる私はねほぼ2回目、全部2回目かな。好き好き好きなんです、好き好き何でもいい、かわいい振り付け、かわいい、ねえねえあのさ、なんか倍速のさ音源でさ写真流れるやつさ誰か作ってよえ分かる人いるかな、なんかえ分かる人いる分かる人いるよね、任せるり、ありがとう本当なんか似合いそうじゃないこの曲作ろうと思ってた、わ天才じゃんわかる、そう何何言ってんの本当にとはとはですよ。レインボースターありがとう、イラスト屋さん、おイラスト、わかるシャボン玉ハートありがとう、シャボン玉これ本当にシャボン玉なのシャボン玉にさ一生見えないんだけど、
背景かわいい流れ星してて 1.5 倍速くらいにして、え、なんでもいいよ、なんか似合うやつで全然なんでもいい、ほんと。ねえ、もっと好きって言ってほしいのに、もっとそのあ写真がない、勘違いしちゃうくらい好きって言ってた。わかる人いる？いない？他にみんなあんまわかんないか。ハートありがとう。 TikTok ね、だよね。ちょっとこれショルも終わったら TikTok 撮ろうかな。好き好き好きなんですって撮るね。撮るね、じゃあ。黄色い短冊ありがとう。そう、作ってくださってるやつあるんですよ。あのえ、ビコーズイコールかな、なんかこの前見た、この前見て、あ、思いました、あって思った。ではそろそろ終わりにしようかしら。何枚ぐらい、え、どうなんだろう、わかんない、私詳しくないんだよね、見たことあるくせに。こんばんは、マーサーさんありがとうございます。お星様ありがとう。ダメ、やだやだ、あーあーあああああ何枚でできますって書いてあるよね。あれさ、何枚がいいんだろうね。泣くピエニョ。何？みんな、みんな。終わりにします。もう、そろそろ。13日行きます。待ってます。お待ちしております。次はいつショールームするかわからないですが、また配信しますので、ぜひ見に来てください。消灯怖いだって。そうだよね、真っ暗って怖いよね。おお、チェキ券有効期限切りました。おっと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 、おっとっとっとだよ、それは。見れる時間帯だといいな。ありがとうございました、見に来てくれて。7月もいい1ヶ月にしましょうね。本当に今日暑かったよね。じゃあランキングを読むよ。13位ノリック、12位星柱瀬名炭治郎、11位翼ほしいさん、10位シドさん、9位ヤス、8位グリーンリバー、7位高政、6位塚さん、5位コータ、4位ドラゴン Z、 3位タシ、2位ユエリン部隊長学ぶ、1位プリン。ありがとう、ありがとう。では本当に1時間ちょっと見に来てくれてありがとう。配信楽しかった、よかった、配信ありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう。ではでは、またね、おやすみ、バイバイ。明日もお仕事とか頑張ってください、金曜日なので。バイバーイ。